者にして全宇宙の統治者、天界を滑る秩序と法則の保護者、神聖にして不可侵なる銀河皇帝フリードリヒ四世陛下のご入来。この日、銀河帝国軍上級大将ローエングラム伯ラインハルトは帝国元帥となる。しかしこれは彼の向かう場所へのほんのささやかな一歩に過ぎなかった。アスターテ聖域における反乱軍討伐の功績により、汝ローエングラム伯ラインハルトを帝国元帥に任ず、また帝国宇宙艦隊副司令官に任じ、宇宙艦隊の半数を汝の指揮下に置くものとす。帝国暦487年、銀河帝国皇帝フリードリヒ4世